7人組グローバルグループ、エンハイペン、ジュンゴン、ヒーズ・アング、J、ジェイク、サングーン、スノー、NIKI が20日、都内で行われたスキンケアブランド、ドクター・ジャートプラス、日本最上陸記念スペシャルトークイベントに出席した。酷暑を感じさせない爽やかさで登場したエンハイペンスノーは夏のスキンケアの秘訣について問われると、僕の場合は、 オーバーバナイトマスクも愛用しているのですがスキンケア商品専用の冷蔵庫を持っていましてそこで化粧品を保管していますと紹介ひんやりするので顔のほてりもおさまりとても良いですとみずみずしい肌を輝かせたまたサングーンは夏になると顔がのぼせてしまって暑くなるので洗顔するときは熱いお湯ではなくぬるま湯で洗うようにしています ホテリををますためにマスクを愛用していジュンゴンはエアコンの風で肌が乾燥してしまうのでマスクを愛用しています乳液よりも効果があるということで肌をコーティングしてくれてしっとり感が維持できます塗るよりたっぷりと顔にのせるようにしていますとアンバサダーらしくバイタルハイドラソリューションハイドロオーバーナイトマスクをアピールしたドクタージャートプラスは皮膚科学の専門性をもとに 敏感肌でも使える商品を開発するとともに、テクスチャーパッケージ、デザインのすべてに芸術的な要素を加えることを目指すスキンケアブランド。シカペアクリームは、韓国はもちろん、日本でもシカコスメのトレンドを作り出し、現在に至るまでトレンドの中心商品となっている。